茨城出身のタレントって雷とかですかね。そうやね、やっぱ雷よりもやっぱ僕らが選ばれたのはまあ安定感かな。それでそのそうなんや、確実に60点出してくるじゃないですか。できる100点は取れる。 そういうことや。おうおう。僕まあ、ちょっと病気で倒れたんですけど、うん、痩せたんですよ。8キロぐらい痩せたんですけど、うん、そっから評判いい。かっこいい。あ、じゃあもう今がきらめいてる。そう、今がきらめいてる。痩せたから、うん、思いました、はい、よくかっこいいって言われるようになったんですよ、うんうん、嬉しい。8キロ痩せて、はい、そこから戻っては全然戻ってないんですよ。そのまんまです。もうきらめいたまま。めちゃめちゃきらめいてます。本当です、はい、なんか急に韓国コスメ5本使い出しました。いける。すいません、めちゃくちゃきらめいてます。いいですよね、韓国コスメ、はい、リハビリなんかもやってるってことですけど、非常に順調、はいはい、順調ですか、その辺は。あ、もう1回週1回絶対リハビリがあって、そこで言語を頑張ってます、うん、はい、スムーズです、まだ今日もね、非常にスムーズな感じで。本当ですか。なかなかね、まだ間違い言葉を間違えたりするんですけど、はい、でもなんとか頑張ってます。でも一緒に仕事したらトータルで俺の方が噛んでますからね。じゃあ、ごめんな、本当に私が申し訳ない感じです。